はい、お疲れ様でございます。これはね、速稼塾の中でちょっとこう非公式というか私の知らないところでグループができているそうなんですけども、どんなグループかというとね、30から35歳を中心とした婚活をする人の女性のグループ、速稼塾内ということなんですよ。こういうふうなねサークルができるのはなかなか面白いなと思うんですけども、でも反面ですね、なんかこう時代を反映してるなって気もするんですよね。このね、30から35歳の女性が婚活でかなり苦戦していると。で、今回いろいろディスカッションした結果、久保さんにこのね、30から35の女性でも婚活で成功するための秘訣とか、相手に求める条件の定め方を、なんかポイントをね、なんかあったらアドバイスくださいってことでごメールをいただいたんで、ちょっとね回答を差し上げようかなと思います。これね、せっかくなんで一般公開しますね。非常にねシンプルなんですよ。気には食わないかもしれませんけども、結婚がプライオリティの、トップだとしたらね、結婚することが大前提なんだったら成功率は極端に高まります。 80% から 90% 以上の確率で成功すると思います。5つのポイントにまとめましたんでね、聞いていただければと思います。まずね、身長なんですけども、160センチから170センチの男性ということで探してみてください。結構ね選択肢増えると思います。これが一つ目ですよ。どうでしょうか、もう聞きたくないですか、すでに。でもね、そういうことなんですよ。170センチ以上の方、特に175センチ以上の方はもう残ってません。残念ながらもう、例えて言えばですね、閉店間際のスーパーに行くような感じで全て売り切れなんで、どう転んでもないってことなんですよ。もう明日の朝の入荷を待ってください、要するに次の人生を待ってくださいってことになっちゃいますんで、ここはね捨てていった方がいいです。一縷の望みっていうのもあるんでしょうけども、それを探してるとね、今度は30から35じゃなくて35から40になってきて、今度は160から170センチの男性すら残らなくなってくる可能性があるんで要注意です。じゃあ2つ目です。年収ですよね、気になりますよね。年収を、相手に求める年収非常に大事なんですけども、これをね300万円以下としてください。相手の男性の年収です、ね、その時点で、出会った時点で300万円以下でいいじゃないですか。そこからどういうふうに世帯年収を上げていくのかは、2人の交際をね、成立させてから考えていけばいいんですよ。きっと相手の男性も300万円以下の減少から付き合う女性とか結婚するかもしれないと思ったら、300万以下じゃ足りないなと思ってね、200万とかもしかしたら百数十万の方は何とかしようっていう風になってくれるかもしれませんし、そういう風に思わせるようなあなたでいないといけないんですよ。でこれが2つ目です。だからね、年収は300万以下で探すといい、200万前後でもいいです。現実今そんなもんなんですよ。400万以上取ってる男性ってのはすでにもういません。これもさっきのスーパーと同じで、年収400万以上の男性を探す間にもうどんどんね、今度は40歳を超えるぐらいの年齢、本当にねあっという間に3年5年経ちますんで、注意した方がいいかなと思いますね。ちょっと嫌な現実でしょ。まだ3つ残ってますからね、もっと暗くなりますよきっと。3つ目、実家暮らしの男性でも OK っていうことなんですよ、ね、これもかなり、気が重くなることだと思いますけども、実家暮らしだからこそ彼は蓄財をしているはずです。で、実家暮らしでいればこそのメリットもあると思うんですよ。それはね、実家暮らしでいると大体その両親に結婚のプレッシャーがかかってますんで、早く決まるパターンが多いのと、実家暮らしであることによってあなたがこのお相手のねご両親に受け入れられる可能性は極端に高まります。ですんでスムーズにいくんですよ。本当にこれね、単身だとね、いつ頃親に会わせてくれるのっていうことでまず揉めて、それで時間をロスして1年2年経って、その挙句さよならって言われたらもうアウトですからね。だから親がある程度認めているあなたになった方がいいんですよ、最初から。でもうちょっと無理だなと思ったら交際の後で変えればいいと思いますからね。仮の彼氏っていう感じですかね、彼氏っていうらしいですけどね、そうやってまずは付き合ってる人がいない状態から結婚前提に付き合ってる人がいる状態っていうのにちょっとねマッシュアップしていくってことから考えたらどうかなっていうところで、実家暮らしは実は狙い目だと思います。結構実家暮らし OK だよって言ったらね、選択肢むちゃくちゃ広がると思うんですよ。
で相手の男性もものすごくねほっとしますからね、あ実家暮らしも受け入れてくれたんだっていうことで、きっとあなたへの気持ちが1本も2本も進みます。あと2つありますよ、労働環境ですけども非正規でも OK にすることです。あのねもう世の中は非正規が当たり前の時代ですよ。正社員が当たり前だとかね、正社員がいいっていうのはもうこれね30年前の価値観です。もうね30年前20年前から非正規じゃない人の割合の方が増えてきて、これからますますジョブ型雇用で今正社員でも非正規に変わる可能性がどんどん高まってます。もっと言ったら正社員であるがゆえに会社が行き詰まった時にもう放り出されるか、もしくは会社ごと潰れてしまってジエンドになるか、結局ね今非正規だろうが正社員だろうがもう危うさってことを考えたらほとんど変わらないんですよ。まあ、ですんでね非正規だろうが正社員だろうがあんまり関係ないです。もちろん正社員っていうのは一定の保護とかね、保証がありますよ。でもその保証っていうのはあくまでも人生全部終えた時に使えるかどうかが分かるんですよ、ね、保証があっても来年正社員がこう解雇されてしまえば、会社がなくなってしまえば何の保証もない立場に戻りますんでね、あんまりそこはこだわる必要がないと思います。今はそういう時代です。どんなね、優秀な会社に正社員で入っていようともその人が、未来永劫どころかね5年後10年後安泰かどうかは本当に危険ですよ。だから正社員だからってことを条件つけたら手痛い疾病会社を食らうことになります。これ分かりますかね、正社員だからっていうので交際して結婚したらその正社員がひっぺがされた時にその落差はでかいですよ。非常にでかい、いうことですね。で最後はね、人格的な面ですけども、相手の男性に女性のエスコートの上手さを求めるのももうね諦めた方がいいと思います。これはねあなたとお付き合いする中で上手になっていくことに期待した方がいいんですよ。だからねもともと出来上がってる人を求めるのは諦めた方がいいかなと思いますし、もともとできてたらそれはそれでラッキーじゃないですか。それから相手の男性もあなたとの交際を意識したらきっとねエスコート上手にならないとと思って一生懸命デートのたびに経験値を積んで勉強してくれると思うんですよ。そういうふうな姿を見れるのってなんかすごく優しくていいじゃないですか。まるでね高校生の時に初めてお付き合いしたカップル男女みたいに、自分もそうだけども相手の方がね一生懸命自分の方に不器用ながら尽くしてくれる姿にちょっとなんか魅力を感じる可能性もあると思うんですよ。で逆にねエスコート下手なことを傘に着てそのまんまでいてもいいんだっていうふうな男性だったらそれはさよならすればいいと思うんですよ。それは一定期間お付き合いして、男性を見ることによってその男性が変化してくれるのか、それともあぐらをかいて、めんどくさいことをね全部押し付けてくるのかで判断してもいいと思うんですね。ということで5点、今日はねお話ししました。身長160から170で年収は300万以下、実家暮らし、非正規でも OK、 女性へのエスコートが下手でも受け入れてあげること、これ全てね出会った時にあなたに価値を感じればきっと男性は勝手にねいろんなスペック育ててくれるんですよ。身長は無理ですけどね、そういったこと、そういう時代なんじゃないですかね。最初からできなかった人を探すからいないんですよね。ですからね私がおすすめするのは、人っていうのは完成形ではなくて出会った人によって変化していくっていうところだと思います。きっとね相手の男性によってあなたも変化するはずなんですよ。そして大事なのは相手の男性もあなたを似たような基準で評価してるってことなんですよ。ですんでねあなたが日の打ちどころないようなそんなスペックだったら今こういうふうに悩んでないと思うんですよ。でそういうこともやっぱり謙虚に受け止めながら、これは男性にするアドバイスでも似たようなことを言うんですけどね、なんで男性が婚活に困ってるのか、それは今までそういう男性でしかあなたがなかったからなんですよっていうふうなねことを申し上げるんですよね。本当に自分のね人生を振り返るようで私もね身につまされるんですけどね、ちょっと偉そうなことも言っちゃいましたけども、久保さんはどう思われますかってことなんで素直に答えてみました。きっとこの5つの条件を意識してなるべくそこに合わせようとするとかなりね視野が広がってくる、選択肢が広がってきて、婚活って簡単かもみたいに思えるかもしれませんし、その中でね磨かれていく自分とか妥協しないといけない現実とかってものがきっと結婚の成功に歩み寄らせてくれるんではないかなと思うんですけどもね、いかがですかね。はい、では本日は以上です。あ、そうだこういうのもあった、年上ね、30歳から35歳の女性が婚活に困ってるわけでしょ。これねもうすぐ60歳になるような感じの55歳とかあの辺にフォーカスすると
相手から見ると20歳ぐらい年下ですから、うん、で、あの、なんていうんですかね、うん、まあまあ、うん、まあないですかね、ないですね、はい、ちょっと余計なこと付け加えましたね。なかなかね、みんながカトちゃんケンちゃんじゃないですからね。はい、それでは本日は以上です。